はい、今回はトヨタプリウス、今車検整備をしているんですけれども、何点か交換しなければいけない部品が出てきましたので、今回はそれの紹介動画を撮っていこうと思います。はい、まずはですね、こちらスタビライザーですね。スタビライザーのリンクロッドのブーツ、これがですね、これバッサリと破れております。はい、これはダメですよね。ロアームのボールジョイントとかタイロッドエンドのボールジョイントの、ブーツありますけれども、それと同じです。これも破れていると車検に受からないので、交換をしていきます。今回はブーツだけ交換していこうと思います。このスタビライザーのリンクロッド、これ自体は特にガタつきはないので、ブーツ交換だけで対処していこうと思います。まあブーツ交換ですけれども、結局取り外ししなければいけないんですけどね。はい、じゃあスタビライザーリンクロッド取り外しを行っていきます。はい、というわけでスタビライザーリンクロッドの取り外しができました。今回左右ですね、左右のブーツを交換していきます。で、破れているのはこの上部なんですけれども、この株側もですね、ちょっとねひびが入っているんですよね。ちょっと見えますかね、ちょっと見えにくいですね動画だと。ひびが入っているんで、これ、4つですね、1、2、3、4、4つ、ブーツを交換していくということで進めていきます。部品としてはブーツだけ単体で出ましたね。1個600円ぐらいだったかな。まあ、それはちょっと部品来てから確認していきますけれども、これはただ単に外していけばいいだけか。まあ、ブーツの外し方は普通のタイロッドエンドのブーツとかと一緒ですよね。なんか硬いな。え？硬い。あ、硬いだけですね。取れた。はい、まあ、とりあえずですね、ブーツ取り外しができました。まあ、この口元ですね、こう広がっているんで、これブーツ入れるときはどうすればいいんだろう。入るのかな。大丈夫なのか。ちょっとまあとりあえず新品のブーツ、部品が来るまでちょっと待機ですね。はい、ちょっと待ちます。はい、で新品のブーツが到着しました。でこれをここにつけていくんですけれども、まずボールジョイントにグリスを塗っておきましょうか。これはまあ何でもいいと思うんですけどね、シャシグリスとかでもいいと思うんですけれども、グリスをここにつけておきますと。で、このブーツをはめていくんですけれども、これ口元がでかいんですよね。なので最初ブレーキのカップキットを入れるツール、これでいけるかなと思ったんですが、うちで持っているやつはちょっと小さいですよね。入らないので、なんか適当なプラスチックのこんな筒があったんで、これだったらちょっとはまりそうなんで、これを使ってですねはめ込んでいこうと思います。これは正規の方法はどうするんでしょうかね。まあ、でもこうしないと無理だよな。とりあえず、こうか。あ、じゃあこうか。この筒をガイドにしてはめていくと。よっ。よいしょ。はい、ちょっと手こずりましたがはまりましたね。もうちょっと奥に入れたいんで、よいしょ、こうか。よし、はい、つきましたね。であとは、この大きい方ですね、これを打ち込んでいくということになります。はい、こんな感じで、ブーツの取り付けが完了しました。反対側も同じように取り付けしていきます。はい、というわけで、両方のブーツの取り付けができたんで、車の方に取り付けをしていきます。
はい、というわけでスタビライザーリンクロッドのブーツの交換作業完了しました。はい、次はですねブレーキパッドの交換を行っていきます。このプリウスブレーキパッドの残量こう見えますかね、これぐらい、測ってみると3ミリちょいなんですよね。だいぶ減っております。これはもう交換した方がいいですよね。はい、というわけで、ブレーキパッドの交換を行っていきますが、ブレーキパッドの交換もなんか今更細かく解説するほどではないと思いますので、まあ、ざっと、まあ、流れを言いますと、キャリパーのピストンを押し戻すツールを使ってピストンを押し戻して、で新品のブレーキパッドを入れていくというだけの作業ですね。はい、まあ、これはやっていきますね。はい、でブレーキパッドの取り外しできたんですけれども、もう新品のパッド来てます。ちょっと新旧比べていきましょうか。はい、こんな感じですね。こっちがもともとついていたブレーキパッド、これが新品ですね。まあ見たらすぐ分かりますよね。本当に倍じゃ済まないですね。3倍4倍ぐらいの差の開きがあると思います。残量が全然違いますね。はい、じゃあこの新品の方に付け替えていこうと思います。あとはまあ、ブレーキパッドグリスを塗ってでシムをつけてで車の方に取り付けしていくという形になります。はい、というわけで、フロントブレーキパッドの交換完了しました。まあ、当然ですけれども反対側のブレーキパッドも交換してあります。あとエアコンフィルターもだいぶこれね汚れているんでこの新品に、交換をしておきます。はい、次はですねこれですね、こちら、左のテールレンズが割れているんですよ。ちょっとねぶつけられたようなんでこれが割れてしまったということで、これは車検ちょっとさすがに受からないので、左のテールレンズを交換していこうと思います。でこれはもう新品だと高いので中古で探しました。であったんで、まあ、プリウスなんでね数は出ている車なので中古は出ておりました。中古でだいたい1万円しないぐらいですね。はい、なんでこれ交換します。それとですね、こちらもですね割れているんですよ。右フロントのヘッドライトですね、この角の部分、これもなんか接触した跡がありますよね。この当たったせいでここが割れてしまったということですね。まあ、これもひびなんで割れたかどうかっていうのは微妙かもしれませんが、こうね爪が引っかかる程度に亀裂が走ってるんでこれはちょっと良くないですよね。なので、右のヘッドライト、これもですねアッセンブリで交換をしていきます。でこのヘッドライトも中古で見つけました。だいたい1万4000円ぐらいということで、中古があったんで、これも交換をしていきます。じゃあまずはヘッドライトから外していこうと思うんですが、これはそうですね、まあ上のネジは丸見えなんですけれども、この下の方にもですね、固定されている、固定するためのボルトがあると思うんで、フロントバンパーはちょっと外すか、まあ、これをずらして置く必要があると思いますね。はい、じゃあやっていきます。
はい、というわけでヘッドライトとテールレンズ取り外しができました。でテールレンズがむちゃくちゃ硬かったですね。この白いプラスチックの突起、これが硬かったですね。これ返しがついてるんですけれども、その返しを、その押さえつけながら引き抜かないと全然抜けませんでした。はい、これに苦労したっていうぐらいですかね。はい、じゃあ取り外しができたんで、中古の部品が来るまでちょっと待機します。はい、ですね、中古のヘッドライト到着しました。ただですね、これ中古と言いますけれども、めちゃくちゃ綺麗ですね。これもともとついていた方です。だいぶくすんでいるんですけれども、中古の方はピッカピカですね。一応僕程度としては中程度、というものを選んだんですけれども、めっちゃこう状態いいんじゃないですか逆に、綺麗すぎてちょっとアンバランスになってしまいそうな予感はしますけれども、まあいいでしょう。とりあえず、ヘッドライトの方からつけていきます。はい、ヘッドライトの取り付け作業完了しました。はい、で、テールレンズの方も来ましたね。これが中古です。まあこれも全然綺麗ですよね、本当に。まあよく見たらもううっすらと傷がある程度で、状態としては全然いいですね。はい、でこれがもともとついていた方、これですよね、問題の箇所は。はい、じゃあ、こちらの中古取り付けを行っていきます。はい、こんな感じで、テールレンズの交換作業も完了しました。はい、でもう車すでにリフトから下ろしております。あとやった整備といっても、オイル交換とブレーキフルードの交換ぐらいですね。はい、それをやったので、プリウスの車検整備すべて完了となります。はい、というわけで、今回の動画は以上になるんですけれども、まあちょっと整備と関係ない話ですけれども、今僕これ服装もう今つなぎ着てないんですよ。試しにつなぎをやめてみて、こういうシャツと言いますか、シャツと、下は、作業のズボン着てるんですけれども、こういったのでちょっとやってみようかなということで試しにやっている感じですね。ですね、つなぎと比べた結果こっちの方が動きやすいっす。はい、動きやすくて涼しいということが判明しました。でまあ半袖なんですけれども、実質つなぎ着ていても腕まくってるんで、あんまりなんか作業どうこうは関係ないかなという感じですね。はい、まあ、一つ支障を来すのかもしれませんけれども、例えば溶接作業とかするとこういうのって多分、火の粉が当たれば溶けてしまうのかな、ナイロン系なんで溶けてしまう可能性があるので、そういったものの場合はつなぎとか着た方がいいのかもしれませんけどね。はい、そういうわけでちょっとつなぎをやめてみてどうなるかっていうのを今テスト中ということで、ちょっとあんまり今回の動画とは関係なかったんですけれども、そんな感じでいろいろやっているという感じになります。はい、というわけで今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。